遠藤選手お疲れ様です。まずは前節の山形戦、久しぶりに試合出場しました。振り返っていかがですか。そうですね、まあ、入りは、悪くなかったと思うんですけど、まあ、やっぱその途中から入って試合を決めるっていう部分で決定機があったのに、まあ、枠にも飛ばせなかったんで、まあ、そこは反省して、練習から次に意識して判断やっていきたいなと思います。試合後の会見で相馬監督が、遠藤選手ここ数週間調子が上がっているというお話をされてましたが、自分的には体が切れてるなとかそういったありますか。そうですね、まあ、体っていうよりは、まあ、すごいなんていうんですかね、メンタルっていうんですかね、その練習に向けてもしくはいいジムができてるし、まあ、でももっといいジムもできると思うんですけど、まあ、その練習に対してっていう気持ちが、まあ、前と全然違うなっていうのは自分で感じます。まあ、それがなんていうんですか、グラウンドに入ってそれが現れてるのかなとはちょっと思います。そういう中で今節の相手は徳島戦です。より試合時間を伸ばすためこんなことをアピールしていきたいってなりますか。まあ、まずはやっぱ監督に求められたことをしっかり忠実にこなして、まあ、プラスアルファなんか、自分の良さを出してチームに貢献できればなっていうふうに思います。そういった中で徳島の印象などあったら教えてください。そうですね、まあ、高校時代杉本太郎君とは何回か試合してるんですけど、まあ、すごい上手い選手ですし、まあ、その上手い選手が多いって中で、まあ、やっぱ一度追いじゃなくて二度追い三度追いしないと、まあ、ボールを奪えるチャンスとかもないと思うんで、まあ、まずはそのチャンスがあったら、なんていうんですかね、まあ、守備の部分から攻撃に移る、で攻撃から守備に戻るっていう部分をしっかりやっていきたいなと思います。ファン、サポーターの皆さんは勝利、そして遠藤選手が活躍するっていうシーンを期待していると思います。改めて意気込み、メッセージをお願いします。そうですね、まあ、残り数試合、まあ、本当にチャンスが少ない中でチャンスが来た時には何ができるかっていうのは大事だと思うんで、まあ、結果にこだわって、まあ、まずはでもチームの勝利に貢献できるようにプレーしたいと思います。応援よろしくお願いします。